知らないと損します。食べると激痩せ神レシピ、腸活ダイエット整体師の佐藤澄香です。あなたはこんなことないですか？痩せたいけど食べたい、また痩せるためには運動だけど続かない。そこで今回はどこでも買えるある食べ物を組み合わせて食べると痩せる神レシピお話します。作り方も簡単、運動は毎日続かないけれども、このレシピは毎日続けることができます。ぜひ最後までご覧くださいね。話の流れは2部構成です。1、神レシピの材料と痩せるポイントとは。2、食べて激痩せ神レシピ、材料、作り方、痩せる食べ方注意点、この順でお話します。腸内環境を整えて根本的な痩せ体質へと生まれ変わることで、健康で綺麗に痩せる女性を増やしていきたいっていう思いで配信しています。ぜひチャンネル登録していただいてお役立てくださいね。では一つ目の項目です。材料と痩せるポイントについてお話します。材料はたった4つ。どこでも買えるある食材を組み合わせることでダイエット効果がアップします。その痩せるポイントは酢酸プラス乳酸菌、この基本の組み合わせが最強に痩せます。それはなぜか、痩せるためには腸内環境を整えることが大前提なんですね。そのためには痩せ菌と呼ばれる善玉菌たちを増やす必要があります。その代表がやはりこの乳酸菌なんですね。ところがもしあなたが頑張って乳酸菌が入ったものを食べたけれども、それだけでは乳酸菌増えないんですね。乳酸菌たちも生きていかないといけませんから、お腹の中に餌がいるんです。でその餌となるのがこの酢酸なんですね。ですからこの酢酸と乳酸菌を一緒に取ってあげることで、痩せ菌と呼ばれる善玉菌、代表が乳酸菌ですけども、その数がめちゃくちゃ増える。ここ心地がいいなって、いつまでも住み着いてくれる環境をあなた自身で作ることができるんです。では材料一つ目はこちら、純リンゴ酢になります。先ほどお伝えした善玉菌たちの餌となる酢酸という成分が一番含まれているのが、たくさんあるお酢の中でもやはりこの純リンゴ酢になるんですね。そして注意、リンゴ酢も痩せるリンゴ酢と太るリンゴ酢があります。見極め方ポイントはズバリこちら、裏の原材料名をチェックしてください。ここにたった一つだけ国産のリンゴ果汁 100% のみでできた無添加の純リンゴ酢選んでくださいね。純リンゴ酢は乳酸菌たちの餌になる以外にも、脂肪燃焼効果であったり、食べる時にどうしても血糖値上がる、その血糖値の急上昇を抑える効果が高いのもこの純リンゴ酢なんです。結果あなたは純リンゴ酢を取ることで脂肪を溜め込みにくくすることができるんですね。次、材料2つ目はこちら、プレーンヨーグルトになります。こちらどなたでも買えるブランドかなと思って見つけてきたんですけども、とにかくポイントはどこのメーカーでもいいです。ただしプレーンヨーグルト、無添加のものを選んでくださいね。このヨーグルトには乳酸菌がいっぱい入ってます。しかも発酵食品、タンパク質も取れますから、痩せるためには欠かせない栄養素も取れます。そしてここからは乳酸菌の素晴らしい効果を9つお伝えします。乳酸菌のメリット1、こちら、お腹の調子を整えるになります。乳酸菌がお腹の中で増えるとデブ菌と呼ばれる悪玉菌の増殖を抑えてくれるんですね。その結果動きが活発になって便秘も改善、腸内環境が整うのでお腹の調子も整います。メリット2、悪玉コレステロールを減少させる効果があります。もしあなたが健康診断でコレステロール値引っかかって気になっている方は、ぜひこのヨーグルト積極的に食べてみましょうね。メリット3、免疫機能を向上させる効果があります。なぜか、免疫細胞の全体の約7割近くが腸にいるんですよね。ということは乳酸菌を取れば腸内環境が整う、イコール免疫機能もアップするという、こういう仕組みです。メリット4、老化を防ぐ、アンチエイジングですね。私たち女性にとってはもう絶対これ必要ですよね。ある実験で
乳酸菌をマウスに投与した結果、骨密度の減少を抑制したり皮膚の状態改善などにつながったっていう結果報告も出てるんです。いつまでも健康で若々しく艶やかな肌や髪でいたいですよね。メリット5、ストレスによる不安や睡眠障害を軽減する効果もあります。あなたはいかがですか？ストレス溜まってませんか？よく眠れてますか？私たちはストレスを受けるとコルチゾールというストレスホルモンが出るんですね。これがまた太る原因。ところが乳酸菌を摂取するとこのコルチゾールホルモンの分泌を抑えることができる結果が出てるんです。メリット6、血糖値の上昇を抑える効果があります。太る原因、血糖値の急上昇を抑えてくれる効果があるのがこの乳酸菌なんです。メリット7はこちら、血圧の上昇を抑える効果もあります。血圧の上昇を抑える効果についてはチーズなど熱処理をした乳酸菌にも効果があると言われているんです。メリット8はこちら、今までお伝えしました体重増加を抑える効果があります。なぜか腸内環境が整って代謝が上がるからですよね。根本的な痩せ体質へと生まれ変わることができます。メリット9つ目はこちら、加熱殺菌した乳酸菌も役立ちますよということで、通常でしたら生きたまま乳酸菌腸に届いた方がいいに決まっていますが、もしも死滅したとしても大丈夫です。善玉菌たちの餌となって最後の最後までありがとう役に立ってくれましたというのが乳酸菌です。すごいですよね。では材料の3つ目はこちら、無添加の甘酒になります。ここで注意です。甘酒には酒粕で作った甘酒とこのような米麹で作った甘酒2種類あるんですね。ぜひこちらです、米麹のみで作った無添加の甘酒を選んでくださいね。私はこれたまたまこちら丸米さんのですね、国産米 100% 使用した麹甘酒をパックで見つけたので購入してきました。こちらは甘酒国内製造、米麹、食塩と、食塩も少し入ってるんですけども、あとは瓶状、瓶に詰めた無添加の米麹 100% の甘酒でももちろん丸です。基本の選び方は無添加であることですね。そして材料は米麹のタイプを選んでください。でしたらどのブランドでもメーカーさんでもまずは丸です。この米麹からできた無添加の甘酒はもう何といっても飲む点滴と呼ばれているほど栄養バランスが超優秀。健康的に痩せるためにはやはり栄養バランスめちゃくちゃ大事なんですね。なぜか痩せホルモンを作る材料はやはり栄養からになるからなんです。しっかりと栄養バランス取っていきましょう。その時に役立つのがこの無添加の甘酒になります。他にも甘酒のすごいところは発酵食品であることから、やはり善玉菌を増やす効果もある。そして2種類の食物繊維が同時に取れちゃう優れものです。そして適量飲めば脂肪燃焼効果もあります。そして材料4つ目はこちら、無調整豆乳です。はい、豆乳も痩せる豆乳ぜひ選んでください。ポイントは無添加の豆乳ですね。やはりおすすめは国産大豆 100% を使った無調整豆乳を選びましょう。であればどこのメーカーでもまずは大丈夫です。この豆乳にも太る原因、血糖値の急上昇を抑えてくれたり脂肪燃焼効果があったり、またトリプトファンが豊富なので睡眠の質の向上も期待できます。そして何といっても植物性のタンパク質をしっかり摂ることであなたの暴走する食欲をしっかりと抑えてくれる効果もあるんです。ではここから2つ目の項目です。食べて激痩せ神レシピということで、先ほどご紹介した材料4つを使って材料、作り方、痩せる食べ方、注意点、この順でお話します。ではその神レシピはこちら、純リンゴ酢甘酒ヨーグルト。はい、こちら材料です。2人分です。1、米麹の無添加の甘酒を 100ml、 2、無調整豆乳を 50ml、 3、プレーンヨーグルトを 100g、4、純リンゴ酢大さじ1を準備してくださいね。
ではここから実際に作っていきます。では1、米麹の甘酒 100ml ですね。すごくね、注ぎやすい注ぎ口で助かってます。ドバドバって出なくて、こんな感じでね、 100ml 測りますよ。はい、半カップ 100ml 入りました。ちょっとここにお皿をね用意してるので、ちょっとここに入れてます。はい、入りました。そして次です。はい、無調整豆乳を 50ml ということで4分の1カップですね。ちょっと入れていきますね。さあ、この豆乳ね、はい、入れていきます。50ですよ。はい、入りました。入れていきます。はい、そして次です。プレーンタイプのヨーグルト 100g ですね。で、通常こちら大きいカップって 400g ですが、ちょっとこれね、増量たまたま売ってたので増量なので、まあ大体このね4分の1の量でいいです。大体でいいです。気にする方はね測っていただいてもいいんですけれども、ちょっと上げていきますね。ちょっとこれね、よし。さあ、乳酸菌がいっぱいのこのヨーグルト入れていきます。まあ 100g ですから、大体4分の1入れていきますよ。ガバッと、はい、入れていきます。大体目安で4分の1ですね。で、 100g です。もうちょっとかな。だいたいこの入った、まあ、4分の1いったかなっていうね。よいしょ、4分の1この上入れてみました。はい、そして最後に純リンゴ酢大さじ1杯入れていきます。はい、この酢酸がねいっぱい入ってる、入れていきます。もう同じスプーンでいいやってヨーグルトついてるけどね、どうせこれで混ぜますから。はい、大さじ1杯入ってます。入れます。うん、じゃーん、見えますか、これ2人分ね。1人だとねちょっとね多い、これあくまでも2食分ですね。2人分の材料です。これをねとにかくよく混ぜてくださいね。混ぜ混ぜです。もうどうですか、この発酵食品のね、乳酸菌たっぷり、そして酢酸も取れちゃう、すごい最強最強のレシピです。ではもうお行儀悪いですが、この大さじのスプーンでいただきます。このままね、どうせ使ったんだからもういいや、これでいただきます。うん、おいしい。もうすでに甘酒の天然の甘みがありますので、甘さ加えなくても十分美味しいですし、また純リンゴ酢のフルーティーなね酸っぱさも加わって、すっごく食べやすくて美味しいです。ではここから痩せる食べ方注意点についてお話しますね。まずは摂取量を守りましょうになります。なぜかというと、特に甘酒は栄養価も高いんですが、その分カロリーも高めなんですね。ここで美味しいからといってね食べ過ぎてしまえば、やはりカロリーオーバーになってしまいますから、ぜひ量は守ってください。そして常温で作ってくださいね。とは言っても一旦開封したものはやはり冷蔵庫で保存されると思うんですけども、やはりですね、豆乳をちょっとホットにしていただいて、他の材料、まあ、冷たまま混ぜますと、まあ、常温になりやすいと思います。なぜかというと、キンキンに冷えた材料を全部使って食べてしまうとお腹が冷えちゃうんですね。お腹を冷やすということは代謝が爆下がりして逆に太ってしまいますから、ぜひ冷たくしたものを食べないように工夫して常温に戻してから食べてみてください。はい、そしておすすめ、食事1食分に今の痩せるヨーグルトですね置き換えていただきたいんですね。例えば忙しい朝、このヨーグルトを朝食の代わりに食べる、もしくは夕食の代わりに置き換えて食べる、ぜひトライしてみてください。もう確実に1ヶ月で 2,3 キロ落ちたという方もいらっしゃるくらいなので、ぜひお食事の代わりの置き換えとしてもおすすめのレシピです。また見るだけで健康的に痩せる腸活ダイエットの方法を解説した動画を4本無料でプレゼントしています。この動画の説明欄にプレゼントを受け取るための LINE のリンクを貼ってます。ぜひこの機会に LINE に登録して一歩を踏み出してくださいね。実際にこの方法でたった3ヶ月でマイナス10キロ達成した方が多くいらっしゃいます。
さあいかがだったでしょうか。今回は腸活ダイエットの観点から神レシピお伝えしました。ぜひ今すぐ作って食べてみてくださいね。また実際に食べてみた、やってみたらこうなったっていうコメントをいただけるととっても嬉しいです。それでは次回の動画でお会いしましょう。